皆さんこんばんは、水野優香です。今日はコメントとか質問でもすごく多い私が愛用しているスキンケアについてご紹介したいと思います。ではどうぞ。今回はですね、やっと使い切りスキンケアが溜まってきて、全部使うほどお気に入りだったスキンケアと、今私が現在使ってて、あ、これいいなって思ってるスキンケアをご紹介していきます。前も動画で言ったと思うんですけど、よく使うスキンケアっていうのはだいたい毎回3ブランドぐらいを使ってまして、だいたい冷蔵庫の中とかに1、2個入ってて、あとは洗面所にパッてつけられるように1つ置いてる感じです。じゃあまずは使い切るほど良かったスキンケアから紹介します。はい、こちらです。マイ肌の肌潤化粧水と肌潤改善エッセンス。化粧水が5000円で、こっちのエッセンスが7000円の商品になります。こちらはコーセーさんのネットが中心のスキンケアなんですけれども、アットコスメストアとかでも売ってます。この商品はライスパワーナンバー11っていうのを使ったスキンケアで、ライスパワー系って日本人の肌に合うのかなって思うぐらい滑らかなつけ心地なんですけど、すごくね浸透してくれる感じがあって、特別用というよりはもう普段使い用のスキンケアとして愛用してました。見えないの？もうあとこれくらいで、こっちは完全に使い切ってしまいました。美容が大好きな友達とかも愛用してたりしてて、すごくねおすすめです。使いやすいです。では次はね、私の大好きな導入美容液、ソフィーナのモイストリフトプロ美容液。ハリをすごい中心にした美容液なんですけれども、これを使うとやっぱりこうちょっとしたちりめんじわとかの薄れて改善される感じがあるのと、やっぱりただのスキンケアするよりもこういう導入美容液を入れた方が肌のね柔らかさだったり潤いだったり全部変わります。春夏とかの時期でも使いやすい導入美容液だったので、もうねこれ使い終わりました。これはねもうお風呂上がったらワンプッシュかツープッシュぐらいをこう手のひらにとって、すぐパパパパパって塗るのに良かったです。では次、高見クリニックオリジナルのセラミド美容液です。私はセラミドが大好きで、やっぱセラミドは美白効果だったり肌を整えてくれるすごく大事な美容成分です。これをね使うときはだいたいこう日焼けしてターンオーバーしてしまったときとか、フォトフェイシャルにね年に2回ぐらい高見クリニックさんに通ってるんですけど、その時に購入して、やっぱりねその後すごいケアが大事なので、そのためにこのセラミドをつけるっていう感じですね。こんな感じのねホワイトタイプの、はい、美容液なんですけど、ちょっと日焼けしちゃったなって時に洗顔後すぐこれを塗って、基礎化粧をやってちゃんとたっぷり保湿して寝るっていうのが私的にお気に入りでした。では次、 KJ マッサージジェル、ローズフローラルの香りです。足用のマッサージジェルなんですけど、安いしこうマッサージする時にすごくスルスル伸びるし、ローズの香りがすごい良くて全部使い切りました。ジェルなんで滑りが良かったし、朝一人で起きてこうちょっとマッサージしたりするんで、その時にね朝からこうローズのね素敵な香りでテンションが上がるんですよ。やっぱ匂いって大事だなってこれを使いながらいつも思ってました。では次、今度はシートマスク部門いきます。シートマスクはもう本当に疲れてて、スキンケアめんどくさいって時だったりとか、朝起きてむくんでた時とかに、私冷蔵庫に冷やしてたりするので、それをつけてむくみ取りや毛穴を引き締めたりとか結構やります。なのでシートマスクプラススキンケアとかも全然あります。まず一つ目はドーリティファーストのオールインワンシートマスク32枚入り。これはねやっぱりこのねボックス型のねこのパックがこうやって出してパパパパパってつけるのにすごく便利で使ってます。あともう2枚ぐらいしかないかなってぐらい使いました。もう肌にね悪いものは全部排除してるんですよ。防腐剤風使用とか無香料無着色ノンアルコールオイルフリー弱酸性低刺激性敏感肌用で3分で OK なので、ほんとね朝ねたまに寝坊した
にパパパってするためのスキンケア、これをつけながらちょっと朝ごはん作ったりとかもできるスキンケアです。そう、でも本当取り出しやすいってところがもうこれは一番好きでちょいちょい使うアイテムです。で次、もうね新大久保行ったらこれを買うって決めてます。 3D セルのフェイシャルマスクシート、特にこの 3D セルと EGF、 この2つは絶対に買います。これねすっごい安いんですよ。1個で100円弱で、30枚買うと2500円ってぐらい安いんですけど、すっごくすっごく肌が潤うシートマスクで、いろんなね韓国のシートマスク買うんですけど、このお値段でこのクオリティはないなっていうのでお気に入りでよく買ってます。お昼ランチを食べてもうこれを買いに駆け込んで仕事にまた戻るとかも一応できるのでおすすめです。ぜひね新大久保行ったら買ってきてみてほしいアイテムです。次はスペシャルケアです。撮影の前だったりとか、ちょっとね旦那さんとデートとか、ちゃんと肌をこう整えたい日ってあるんですけど、そういう時に使ってもうすぐなくなりそうなのがこちら、デブリナの炭酸ジェルパックです。これは生のねほんと炭酸パックで、自分でね作るタイプです。こんな風に1剤と2剤っていうのが入ってて、これを混ぜるとその場で生炭酸っていうものができてモコモコモコってするんですよね。でそれを顔に塗って、でこのついてるこのね透明なねこれでねパックするんです。でこれで時間を置くとすっごい肌が蘇るから、これはすごいなと思ってて、やっぱりねスペシャルだから毎日は全然やれないんですけど、すごくね肌が絞ってきたなって時はおすすめです。私のね楽天ルームの方に載せてあるので、ぜひ概要欄の方から見てみてください。ではこっからは今使ってるけどすごくあこれいいかもって思ってるスキンケアをどんどんご紹介していきたいと思います。まずはもうほんと毎日使うデイリーのスキンケア、エリクシールホワイトのクリアローション T2 です。これはね化粧水と乳液冷蔵庫で冷やしてます。冬になってきた時ってエリクシールさんのこういう基礎化粧品が私結構合うのでよく使ってます。お値段的にはすごくコスパがいいなと思って、これもうねたっぷりたっぷりいっぱい使っちゃうっていう感じですね。なのでもう日々のもう何でもない日のスキンケアとして今これを使ってるっていう感じです。では次、これすっごい良かったんです。ちょっと前の動画でご紹介したハニプラ石鹸です。今すごく美容雑誌とか美容業界で言われてるのが、しっかりクレンジングすることでそれが美肌になると言われてます。固形石鹸ね正直ね本当に久しぶりだったんですよ。やっぱり泡立てるのが面倒くさいなとかもあるし、私乾燥肌なんで皮脂を持ってかれすぎちゃって突っ張ったりパサついたりするので、あんま落とすっていうのが苦手だったんですけど、ちょっと前から泡タイプの洗顔はするようになってきて、でこのハニプラ石鹸に出会って使ってみたら、すっごい洗い上がりもしっとりするのにびっくり。ヒト幹細胞と卵角膜エキスと、あとなんかオイルとかもいろんな美容成分入ってるんですけど、石鹸で洗ってこんなにしっとり気持ちよく洗顔ができるんだってことにすっごい感動しました。ただね、このね、泡立ちはとってもいいんですけど、ちょっとやっぱ石鹸用のネットに入れて吊るそうかなって思ってます。でもこう本当よくって、主人にもおすすめして、主人もなんかね、ニキビができやすかったりとかするので、これ使ってみなよって言って、今、主人と2人で愛用中です。では次、うちわサボテンオイルです。私の冬のレスキューアイテムなんですよ。砂漠化してもうパサパサどうしようひび割れそうって時にこれを洗顔後にすぐつけると蘇るんです。モロッコ 100% のオーガニックのうちわサボテンオイルが入ってる美容オイルなんですけど、これに勝るオイルは私の中でもうない。乾燥した時のレスキューアイテムとして昔も動画出してるんですけど、本当に本当にすごい。しかもねこれ毎日使うんじゃなくて、ほんと乾燥してきたらなんかやばいなって時に塗るもの。こっから冬来るから春ぐらいまでは全然持ちます。はい、
これで、まあ、とりあえず私の使い切りスキンケアと今使ってていいなって思う出来合いスキンケアご紹介しました。いかがだったでしょうか。39歳、この1年お肌も体型も曲がり角を迎えてて、それをねもうねどこまでスキンケアで補えるかってことと、シワを刻まれないためにめちゃくちゃ頑張ってる、そのためのこのスキンケアっていう感じですね。よかったよっていうアイテムがあったりしたらぜひコメントでもください。では今日の水の優香チャンネルいかがだったでしょうか。ちょっとでもね参考になったよって思ってくれたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。